信長は浅井長政の鋭い追撃をかわした。だが長政は必要に天下を狙わんとした。六条合戦で敗れた三好家の残党雑賀衆甲斐の武田信玄らと同盟し、信長包囲網を敷く。信長は再び追い詰められた。だが彼は怨んでいた。まるで長政の反乱をめでるがごとく。そして信長の非情な反抗が始まった。それは味方すら目を背けたくなる苛烈なものだった。織田の将、野田福島の戦い。浅井長政の主導にて京の西野田福島で小将将ら旧勢力の残党が蜂起いたしました。紀州の鉄砲傭兵集団雑賀衆率いる雑賀孫一もこの蜂起に加わっている模様。油断はできませぬ。また東方では甲斐の武田信玄も動き出しており、完全な織田包囲網が形成されつつあります。長政殿が我らに適したのはきっと何かの気の迷い。この光秀にお任せください。きっと長政殿を説得。ならぬ。気の迷いなどと長政の意志を汚すな。背いた以上長政は背けきらねばならぬ。天下不武、信長は天下に武を敷くと宣じた。背く者には徹底制圧あるのみ。命令は一つだ。すべて絶やせ。長政殿、もはや戻れぬ道なのでしょうか。孫一、まさかこんな日が来るとはな。お一様、おいたわしよ。三人衆、小将将、雑賀衆、信長にそのけど超えられるなら絶やせ。信長、すぐに総大将の任を委ねる。織田軍、各非常な魔王の軍団、逃げろ。運命だ。無価値。逃げる敵残らず撃て。よい。お終章様。見事な手前、簡単を禁じ得ません。
逃げる者も容赦なく切り捨てる。もうダメだ。逃げろ開門。ラストシーサでよ。
城内に民がいるのに信長って開門私の金も焼けちゃったじゃん。撃て、たやせ、生きて返すの。信長様、もう十分じゃ、十分じゃて。いや、脱走しそう。わしは知らん。わしは信長殿の味方だ。信じてくれな。ふびふび、進むも引くも地獄なり。我が輩に斬られよ。そして憎め信長を。急げ。なぜ相手となる。命じたはずだ。もっと信長を楽しませよ。敵将撃ち取ったり。相手ではなかったか。我が軍に挑め。敵将、ここに滅した。ここに滅した。福島城、遅かったか。兄よりはそれがしが止めれば。勝利条件変更。我が輩の大軍に背後をつかれ、信長絶体絶命。男優しき男の怪物退治、ことに完結か。高虎、義経、そなたたちは福島城、速やかに城内に入り織田軍を駆逐してくれ。ご愁傷様。急げ。悪の栄えぞ。いざ。これも流れ。敵将撃ち取ったり。お前を手柄にする。覚悟せよ。さすが隙はない。
はずだ。もっと信長を楽しませよ。ご愁傷さま。よかろう。聞かせていただこう。ここに召した。これを見とはな。見事だ。見事と言わざるを得ん。なぜいいぞ。
び相手ではなかったか。良き敵に巡り会えた。敵よいと打ち取ったぞ。聞かせていただこう。我が輩こそ天下の僧の大悪党なり。ご愁傷さま。ここは引かせてもらうわ。ここで兄上を超え天下を取れ。心優しき男に立ちはだかるは天下の悪党、実に結構。さて、運命の物語はどう動くか。ご愁傷さま。無念じゃ。やられた諸君、言いたかったかね。敵将打ち取ったぞ。うるはなんだか。かなう相手ではなかったか。アクアガス。なんというか、その戦。敵将打ち取ったり。誰も笑えんのんじゃ。一体何のための戦じゃ。信長を超えようとした。だが超えられず悲劇に終わった。あなたは許されたのに、長政殿はなぜ。全て承知で、あの男を支えてきたのだろう。承知ならば、なぜお市様は泣かねばならぬのです。全て承知でも涙がこぼれる。